秋吉とは昔からずっと変わらず、はいはい、もう何万年もこの姿ですから。どんどん長くなっている。長く？あ、分かった俺。どうしよう。まだまだ発見されてない、うん、そういうのがあるんですよね。そうなんです。じゃあ早速中に行ってみましょうか。ガムないかもない。お皿を並べたように見えますところから百枚皿と名付けられております。地下水に含まれる石灰分が上から壁にずっと流れをそのまま固まって、なるほど、なんか伸びたって話を聞いたんですけど、はい、まずはあの新しい空間発見しました。今まで誰も行ってない空間だったので興奮したんです。おお。もう一つは昔と測量の手法がちょっと変わった、はい、昔は定番測量って、はい、平面的に形を描き出して、はいはい、でそれで長さを測ってたんです。あ、今我々やってるのは、はい、3次元のその直線の長さを足した長さになるんで、まあ要はこの分長さが伸びたっていう、伸びたっていう、ね。ここから下を見下ろすとすごいやっぱり、はい、広がってますね。奥へ大きいですねここ、うん、ドーム、人工じゃなくて自然のドーム、自然のドームに実際にはここ、まあ、川より100メートル上にある、100メートル分の未知の空間がたくさんあるはずですから、その状態を、まあ、明らかにしたい。発見する場にいたわけでしょ。いやもうすげーってなりました。なかなか見れないですよね。そうですね、こういう発見に立ち会えるってなかなかない。いやすごい。